タニタってどれっぽいんですか？タニタ食堂って。あれはいわゆるカロリー制限ですよ。一食500キロカロリーとかにするから当然少ないですよね、量がね。それを何かで、要するにどこかでかさ増ししてあるんですよ。こんにゃくとかキノコとか、そう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 、それで全体なんていうのかな、こうお腹を膨らます感の方の満腹感を演出しつつ、カロリーは500ですよっていう、そういうで、もやしとかで何回も噛ませて疲れさせて、そんな感じ。そう、それなりにハニタのやつはそれなりに、その見た目もね、並べた段階で言うとバリエーションに富んだように見えるんですよ。いろんな味付けがあって、だから定食を構成すると見た目は寂しくないんですよ、うん、だけど、うん、栄養学的には非常にプアなので、続けていったらもう体ボロボロ。だからさっきどなたか書いてあったけど、女性だとやっぱりさ、胸が落ちますよね。うん、大変、あんな毎日作れるかいな。食事は見た目も大事だよねっていう人はね、やっぱり栄養士さんとかでいますもんね。ただ作るのが本当に苦痛ですよ。ゆうこさん、そうだよね、ほら、あの手の料理ってさ、何かをパッとこう合わせるとか、あえるだけじゃなくて、必ずこう七面倒くさい下ごしらえを必要とすることが多いでしょ。それが面倒いでしょ。ね、わかるな。材料の数が多すぎる、うんうんうん、あ、そうそうそう、買って使い切るまでが大変、ちょこちょこ買わなきゃいけないし、うん、そう、うん、そう。